米、久保三助。米、久保三助。米久保光助米久保光助米久保光助1888年。明治21年9月16日から1951年。昭和26年1月16日は、日本の労働運動家、小説家、政治家。日本会員組合副会長を経て、戦後、日本社会党に所属し、片山内閣の国務大臣、初代労働大臣を歴任した。 小説家としての失明は、米、久保達夫がある。1888年、明治21年9月16日、長野県東千曲郡大門村、現、塩尻市に、農家の次男として生まれる。父親は病弱で一家の生計は、母親が支えたが、米久保が十七歳の時に、母親が亡くなる。米久保は、町の医師の家に住み込みをしながら、学習をし、 旧制松本中学、現在の長野県松本深市高等学校を卒業する。中学卒業後、山国に育ち海に憧れていたこともあり、学習を退応していた、商船学校、東京高等商船学校、旧東京商船大学、現在の東京海洋大学に入学する。1912年、明治45年から1913年、大正2年にかけて、 練習戦大成丸に乗船し1年3ヶ月に及ぶ訓練公開で世界一周する。米久保はこの訓練公開で毎日公開日誌を綴っていた。これが大成丸世界就航期として朝日新聞に連載される。この作品は夏目漱石の劇場を受け海のロマンスと解題されて単行本として発売された際、漱石は同書に序文を寄せている。 海のロマンスはベストセラーとなり、この影響で海に憧れる青年が増加し、商船学校や海軍兵学校への志願者が増加したと言われている。1914年、大正三年商船学校の実習生として、日本優先の鹿島丸に乗船し、欧州航路を経験。この航海域を朝日新聞に連載するが、その中に、 会員の待遇の悲惨さ等を国名に記したため、優先から起因されてしまう。米久保は下戦後連載を船と人として出版し、その中に船員の待遇改善案を付与するとともに、当時の優先社長、近藤連平宛の検字を書いている。優先だけでなく、大阪商船、三井船舶、東洋汽船、山下海運などからも危険思想の持ち主として忌避されることとなり、 米久保は、松正陽港という規模の小さな船会社に就職し、運転士または船長として勤務する。その公開経験を朝日新聞に連載し、記事をまとめて1916年、大正5年、マドロスの悲哀として出版。米久保は、悲哀に、悲しみとルビを振り、船乗りの悲哀、悲しみとして、嘱食に耐え、不眠と不休に泣き、 酒と女から絶縁し、陸上における強落と没交渉となるといったことを挙げている。この本は世界各地を訪れる船員生活の実態と魅力を綴ったものであるが、タイトルの印象から告発書と誤解されている。1914年第一次世界大戦が勃発すると日本は空前の海運景気に沸き、米久保も互い光紹介に引き抜かれ、 同社のシンガポール支店長として採用される。しかし、対戦後、不景気が訪れると、同社は倒産する。失業した米久保は、しばらく神戸で、土職の生活を送るが、会場労働者の待遇改善要求の運動に身を投じる。また、早々期の労働会も、船長として国際航路で活躍し、分泌で、 海運業界の内幕を批判した米久保を見逃さなかった。1919年、大正8年 ILO、国際労働機関日本代表として、鈴木文治らと共に国際会議に出席する。1921年、大正10年日本会員組合の組合長、奈良崎太郎により、組合機関士、会員の編集部長に迎えられる。以後、書務部長、 国際部長を経て副組合長に選出される。米久保の入会は会員組合に歓迎され、奈良崎組合長をはじめ、米久保に対しては敬意を払い、三付で呼んだという。また、米久保も期待に応え、組合に関係する対外的交渉を一手に引き受けた。米久保は、総同盟の松岡小牧地に対して、労働組合運動の一本化を提唱し、 日本労働クラブとして大同団結を実現した。米久保は初期長に選出される。日本労働クラブは日本労働組合会議となるが、1940年、昭和15年に解散を命ぜられるまで米久保は初期長として活躍した。国際労働運動では、1928年、昭和3年第11回。 国際労働会議日本代表として出席する。米久保は長い船員生活を通じて英語に堪能であり、通訳なしで各国代表と渡り合うことができた。ジュネーブで開かれた労働会議で議長のアルベール・トーマから記念に、開会を告げる土が贈呈されたが、この土に刻まれた、何時平和を保守すれば、正義を耕せという名を後に好んで記号した。 1928年、昭和3年日本最初の普通選挙となった第16回衆議院議員総選挙に、9票後2区より、社会民衆党から立候補する。社会民衆党などの無参政党からは、米久保など82名の候補者が立候補したが、当選したのはわずか8名で、米久保も落選した。1930年、昭和5年代17回衆議院議員総選挙にも、 立候補したが落選。1932年、昭和7年第18回衆議院議員総選挙では、全2回の選挙で無参政党が分立し、互いの票を奪い合う結果になった反省に立って、候補者を30名に絞り込み、社会民衆党と労農大衆党は合同し、社会大衆党を結成した。この選挙で米久保は初当選し、 社会大衆党は37名の当選者を獲得した。1940年、昭和15年2月2日衆議院において、斉藤隆夫が行った、反軍演説と斉藤の除名を契機に米久保、安倍総、片山明、西尾末広、水谷調査部郎らは、勤労国民党を結成するが、内務省から結社禁止処分を受ける。百四十二年、昭和十七年、 翌3選挙として、悪名高い第21回衆議院議員総選挙で、非推薦で立候補、落選を余儀なくされる。1945年、昭和20年終戦を迎えると、米久保は、会員組合の再建に着手し、全日本会員組合を結成する。また、戦後旧無三党勢力を急合した日本社会党結成に参加する。しかし、社会党は、 当初から左右両派の対立が激しく、米久保は水谷長三郎、河野秘書から途中間派に位置し、朝廷役に決する。1947年、昭和22年、第23回衆議院議員総選挙で、社会党は第一党となり、社会党、民主党、国民共同党の三党連立による片山内閣が成立すると、 米久保は無任所の国務大臣として入閣する。さらに、同年9月1日労働省が新設されると、初代労働大臣に就任する。米久保は、閣僚となっても、公用車を用いることもなく、友人が開いた就任祝いには、一生とっくりを、ぶら下げて電車に乗って駆けつけたというエピソードが、知られるほど、金銭面では、天端とし精錬であった。しかし、労将として、 当時、協力であった、三別会議を中心とする労働構成に対処せざるを得なかったのは、自らも労働運動に身を置いた身には皮肉であった。片山内閣が社会党左派と野党によって、補正予算否決をきっかけに倒れ、社会党左右両派の対立は激化の一途をたどる。1950年、昭和25年に分裂すると米久保は、三宅正一と共に、 両派の調停に努むたが、不守備に終わった。米久保は、浅沼稲次郎と共に統一懇談会を結成し、一時的な統一に成功するかに見えたが、1951年、昭和26年サンフランシスコ講和条約をめぐり、左右両派は再び対立し、社会党は左右両派に分裂する。同年1月26日失意のうちに、脳一血のため死去。69歳。 どっちはまれえにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。